前科3 3番番です本日のお話もまた拳銃のお話少し前に立てこもり鈴木恒夫事件ねもうなんかワードがいいね恒夫事件がありましたけどまあそうじゃないんですけどまあこの大きい報道が出ました事件っていうか発覚したのはずいぶん前なんですが川崎のアパートの一室武器庫か 拳銃発とと実案300発所持容疑いいうニュースが出ていましたね、えー、川崎市のアパートの一室に拳銃8丁と実弾325発を隠し持っていたとして、えー、神奈川県警が、えー、31日指定暴力団稲川会系関係者の44歳、えー、職業不詳3人らを銃刀法違反過重所持などの容疑で逮捕し発表したということなんですねで、えー、昨年川崎署がケミカル剤取締法違反の事件で組関係者の自宅アパートを固く捜査した 際にここれらを押収していいたということうなんですねでえ捜査関係者によると殺能力のののある大量の銃と産の摘発は近年珍しい確かにそうなんですねどのような種類のどのようなものだったっていうことはちょっと詳しくは出てませんがここなんです私が今回取り上げたのはこの報道の仕方これっていうのは、まあ、警察発表なんでこういう風になるんですが武武器器庫庫アパートが組の武器庫でもよく考えてみさい武器庫って言うとなんか皆さん映画で見るとすごい厳重なアパートは武器庫にはならないですね なんで本当にワンルームだったりそういう普通のなんかドアを蹴破ったら開きそうなところでも武器庫って言うんですねなんでこれみんな見てると武器庫すごいな街中にそんなものがあって暴力団は怖いという風なんですがこれの裏側っていうものをちょっと私が説明していきたいなと思いますで続くニュースの内容によりますと県警によると3人の逮捕容疑は共謀して昨年の12月8日川崎市川崎区にある3人とは別の同組関係者の自宅アパートでの アパート、拳銃と実弾を所持していたということ。室内にあったキャリーケースから自動式拳銃6丁と回転式拳銃2丁、実弾325発がっていうことですね。多分これは解約取締法もつくんじゃないかな。で、それ別として室内からはオーガニック剤約 5g と微量の鼻から吸うやつですね。はい。県警は3人をオーガニック剤取締法とで捕まえているということなんですが、これなんかね、具体的な名前出すとね、どういうわけかこのニュース報道でもね、広告つかなかったりするから、 わざと、ね、オーガニック剤とかねケミカル剤とかね鼻から吸うやつとか言ってますけどねあの分かりにくいでもそういうことなんで,でこれはどうやら分かんないですよ私はこの組関係のところから聞いたわけじゃないんですが稲川会の、えー、山川一家 流星工業の組員。まあ、だから、保守本流ですよね。山川一家の頭っていうことなんで。で、これ、どうやら、わかんないですよ。銃刀法を追いかけていって、この薬物が出たのか、薬物を追いかけていって、たまたま出てきたのかっていうことになります。ね。あの、これ、組織、薬物銃器取り締まりとか、薬物銃器じゃないっていうことは、拳銃を追ってたわけじゃないと思うんですね。わかんないですよ。これ、間違ってたらすいませんね。たまたま、この、違法薬物の捜査の中で、 ガサを入れれたたらそれが出てきたとで武器庫っていうとなんか映画とかに出てくるように並べてあってこうなんかバシッとなっていつでも取っていけるぞっていう風になりますけどこの中見ますとアタック ーーーケケススととととかキャリっーっーっててていいいいうううここは常にに持ち運べるよなただ思ますねで、これは、なんていうんですかね、武器庫運んっていうよりも、ある程度一定期間に置いたら移動させるっていうことを常にしておいて、同じところに長くやってれば、それだけリスクは高いわけですよね。なんで、たまたま薬物を置いてあるところっていうことは、中身はよくわからないけど、まあ、おちわの中でこれ預かって預からない。中身は効かないけど、わかるけど効かない こここ持ってってて誰かがパクられたこの人間が連絡が取れなくなったちょっと捜査が進んでるからって寒いからっていう風に捨てておくわけにはいかないからなぜかそういうところに集まってきちゃうもんなんですよね普通分散するよりも一つっていうことでましてや上の方の組織が二次団体がこういう風ににところがこうして例えばわざわざそこの、えー、執行部が部屋を借りて、えー、家賃を払っててそんなこと足がつくからしないわけですよ、ね、結局このの末端の人間 自たちが右往左往しているうちに一つのとこに集まって別の操作線上からたまたまその銃。 関係があったやつ。だから、それなんですよ。結局、この操作線上に、その中身の開けたところから、指紋が出てるか出てないかですよ。で、こういうものって、毎日毎日使うものじゃないもんですから、正直言って、こう、どうだみたいな。こう、手入れしてなんてないんですよ。厳重にくるんで、えー、湿気がつかないようにってやってるわけだから、開けるのも面倒です。で、これって、梱包の仕方で人によって癖があるから、厳重にやったら開けるのも大変で、同じ、 ようにしまえないんですよ実はみんな同じものの同じ 形の同じ銃、同じ弾なら、それは同じようにできますでしょうけど、大体こういうのってバラバラなんですよ。ピチッと、5丁だな、5丁、同じメーカーの同じ年式の、っていうことはないから、バラッバラな状態でバラッバラに、いろんなとこからかき集めてきたやつが、タオルでくるんであったり、まあ今はないですけど、油紙でくるんであったり、弾の管理もジップロックに入れてったり、あの軍手に挟んで入れてみたりとか、いろいろなんですよ。で、これ統一すると癖が出ちゃって、誰なんだってわかるし、じゃあ実際、一個一個、 一つ一つたあの指紋がつかないようにやりますからそれを見て開けてって大変なんで多分回り回ってきてるときに中身なんてみんな知らないんですよたまたまそこに置いてあったやつがやられちゃってとんでもないものが出ちゃったっていうことだと思いますなのでこのおそらく武器庫みたいなうわそんなっていうのとは違うんですよね実は今回がそうとは言いませんよはいでそういうような形でずっと開けなくて触らなくてっていう形でこういうふうにたまたま出ちゃうとすごいことになっちゃいますけど you oh. ああっていうことですよね。これもう昔だったらこれぐらい出ても本当に一年、二年、二年、三年で済んだのがもう今過重所持でこれ火薬取り締まり法とかもついたりすると玉の数が多いからですね。そうなるとまたあの量計がぐっと重くなったりする。でもう一つはこの拳銃が過去に使われた形跡があるかないかっていうことですね。ヤクザの業界で未使用新品っていうのは本当に新品じゃなくて過去に使ってないやつ。もしどっかに打ち込んだ誰かの体に入れたなんていうものが後で使った選ら だかりますからそこなんですよね新品っていうかそういうのはそこのことを言うやつなんでもともと本当に綺麗なものが未使用なものが入るなんてことはないですし最近はこの流通しにくいし入る入手,入手ルートもなかなかないと言ってます入れにくいですもんねでまああの普通だと最近押収されるのは古い形昔のやつまあこの前あの鈴木恒夫の事件であったのはトカレフもうこれは80年代90年代の ももう30年40年前のものなんでまあそれでも発射して4発発射できたっていうことはやっぱりそれなりの入れとねあれをしていたんだと思いますけど通常そんな細かくできないですし今の若い人たちは分解だとか何かってできるわけもないしそういうことを教えることもないんですよね私どもの時はだからオートマチックは扱いにくいのでやっぱ分かんないんで下手にそんな分解なんか入れできないんですでやっぱりレンコン回転式だったらそんなに壊れることもないし核もないし。 確実に回れば打てるってことでやっぱりそれを重宝さ,されたっていうことですね、はい、そういうようなことがあってまあここそうですね拳銃の押収量はガクッと減ってますしそりゃあわざわざ行って出す人もいないですし、まあ、今回珍しい。 あの最近には多い欧州量だったというそういう事件だと思います。以上です。動画のご視聴ありがとうございます。この度、超駅太郎が監修・原作をやっております。ヤクザ漫画、極道楽園、極道パラダイス、単行本第1巻が発表いたしました。また、それに際し、11月22日水曜日、新宿ブックファーストでお渡し会イベントの開催が決定いたしました。そちらのイベントでは、超駅太郎の中の人、 作画の川端先生が現地にいます。興味のある方は是非概要欄のリンクから確認お願いいたします。以上です。